2週間ほど前にお話がありますという動画でね、皆さんに質問をさせていただきまして、年齢をね教えてくださいっていう動画をね上げさせていただいてるんですけども、コメントねたくさんいただいてね、皆さんありがとうございます。本当に幅広いね世代の方に見ていただいてるっていうのがね分かりまして、これからの動画にね役立てたいなって思います。リクエストをねいただいて、銅板紙を紹介してくださいということで、銅板紙見つけました。こちらですね、なんか楽しそうですね。本当にこれ粘土にも見えますけども、このようなガンみたいなのでね絞り出して、デコレーションができるって感じですかね。どうでもいいやっていう感じなんですけど、私の年を公表したいと思います。私が生まれた年のね出来事を言いましょうか。ローソンが設立されました。新商品とかヒット食品でね、森永ハイチュウ、あとペヤングのソース焼きそば、ヒット曲のね1位がね昭和カレス好きですって。もう分かったですかね。ずいぶん昔ですね。では始めていきましょう。楽しそうですね。これとこちらでどうなってるんだ。これで押し出して面白い。まず組み立てからしていきましょうか。かわいいですね。ちょっとクリスマスの雰囲気ですけどもね、いいですよね。キティちゃんも気になるよね。あとこれね、ツリーみたいなね、これも組み立てしましょう。こちらの屋根をつけて、ね、これだけでもかわいい。もうこれだけでいいよね、これもう完成でいいよ、これでも本当に。ではね、こちらでねデコレーションしていきましょう。赤色からやってみましょうか。こちらのキャップを外して、こちらに差し込む。おお、マジ。ここに、ちゅーっと押し付ける感じでいけるのかな。はい、こういう持ち方で、ちょっと出してみましょう。力の入れ加減は、カット。いい？あ、来た来た来た。来ました来ました。おお、ちょっと触っていい？粘土だ。あー、粘土だ。これ粘土だったんだ。絵の具だと思ってた。へー、アイデアですね。本当に。まずボタン。ボタンをね、こすりつける感じでいいのかな。いいな。ちゃんとひっつくんだね、ツルツルの上にはね。じゃあこちらの方はね、マフラーをねつけてあげましょう。手が震えるな、力がいる。はいはい、かわいい。じゃあ次にこの緑色をねいきますよ。同じようにキューッと。来ました来ました。でこの中にちょっとね、ちっちゃい子にはね硬いかな。あとここのね白いところはね難しそうですよね。ちょっとやってみましょうか。もう少しですね。だいぶ慣れてきましたよ。本当にケーキのデコレーション
アイシングみたいな感じですよね。さあ、あとここをつけたら出来上がり。くるっと回してみましょう。かわいいですね。ちゃんとね、あの粘土なので時間が経つと固まっています。プレゼントにもいいですね。だいたい1時間ぐらいでできたでしょうかね。少しねコツがいりますけども、慣れたら簡単です。